みる。あ、お金だ。働く者には服がついて回るんだよね。
ごいすごい。こんなの大したことないわよ。だってよく漫画に出てくる天才博士なんかは一コマでロボットを作ったりするでしょ。あれに比べればまだまだよ。ともあれ、これでデッキ代が浮いたわ。これからレンタル屋さんに行ってこよっと。そうだね。そりゃまた変な人よね。私には絶対無理だわ。できちゃうゆずちゃんっていうのもちょっと嫌かも。大丈夫よみゆちゃん、そんなことは絶対にないから。あれ、どうしたのりょう。あ、変なの。よかった、いてくれて。探してたんだから。うん。これ、あげる。クラスの友達が間違えて2つ買っちゃったらしいの。もらったんだけど、私、ウサギはあんまり好きじゃないし。だったら、ウサギ好きのミュウちゃんにと思って。ミュウちゃん、探したけど見当たらなくて。
るじゃない。
様。じゃあリノさん、お片付けしよ。はい、わかりました。掃除をいたしますね。ありがとう、料理。主人様、何かご用ですか？そうですか。ご用の際にはいつでもお呼びください。